連合軍神の軍勢、私たちの役目とはいえ神や腕はそうでなければ、それにどんな状況私も君我らの本陣には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレて策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け、そして腕輪を奪い返せ。あいつらの手には甘い。攻め寄せるは我が子らか。ならば拙者が出迎えん。兄上たちと戦うのは、でももう迷っていたらいけないんだ。龍電様を守ろうとする弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。カンコ、お前の力を見せてみろ。拙者も兄として全力で受け止める。わかりました。軍神の小闘士、恥ずかしくない勝負をしましょう。私は父上たちと戦いたいわけでは。本則、ここは戦場。敵としては今見えれば刃を交えるのみ。神と私も覚悟を決めるべきだ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。お主の忠義しかと見届けた。兄者の行うことは父に任せよ。父上、どうかお願いします。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。腕輪をちらつかせ我らと戦う。愚かしいにも程がある。まあまあ、あいつらをとっちめて返してもらえば済む話だ。そうなればいいが。大丈夫だカンコ、龍禅様は必ず拙者たちがお助けする。知っていたのですか。ならばもう案ずることはありません。聖斎は戦場にいないようだな。今頃どうしているのだろう。でね、直江兼次様たちが腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できたか。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。はい、龍禅殿の無事を信じ突き進みましょう。敵は攻めに出たか。私が迎えに行かねば。来るか趙雲、ならばこの関雲長が相手になろう。趙雲と戦うのは私でも立ち向かわなきゃ。関羽殿、銀平、いざ勝負。趙雲、それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。私も軍神の子として力いっぱい頑張ります。諸君、さぞや待ちくたびれたであろう。お待ちかねの腕輪はここにあるぞ。趙雲殿は強い。私このまま負けちゃうのかな。カウ殿、銀平殿、でも諦めたくない。趙雲殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。趙雲殿、もう一回お願いします。すごい、どんどん力がみなぎってくる。我が娘よ、そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。遅れを取るわけにはいかない。私が敗れては竜禅様が。皆心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。竜禅様、よくぞお待ちで。史上の感動の再会、泣けるっす。ってことで確かに送り届けたんでドローン。竜禅様さえご無事なら、もう神に従う理由はない。どうかこれよりは皆と共に。はい、もちろんです。よかった、これでもう趙雲殿と戦わなくていいんだ。腕輪は必ず取り返す。ペルセウス、まずお前を倒さねば。あとの責任、大したものだ。私を撃たねば気が済まんか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。この状況でさらに兵を出す、隙のない采配だ。モノノフの意地、今こそ戦場に示さん。皆には迷惑をかけてしまった。私もできる限りのことはしよう。竜禅様、どうかご無理はなさらぬ。すごい、なんて強いんだ。アテナ殿、なぜそうも憤るのだ。ペルセウスは家族なのだろう。許してあげてほしい。家族、そんなことは関係ない。奴は半人の分際で神を裏切った。罰は受けてもらう。そうか、私はそういうものか。うむ、良い働きだ。どういうことだ。腕輪は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ、竜禅を救出するための技法というところだ。まんまと踊らされたということか。ふざけおって。敵も疲弊しているよう。そろそろとどめを刺してやるか。アレスが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。裏切り者を目の前にして責任を果たせぬとは。帰ってくれてよかった。目の前で家族の争いを見るのはとてもつらい。これで不本意な戦を強いられることもよかったではないか。将軍、三成と目障りなのだよ。早々にお引き取り願う。見事な戦ぶりだ。そなたこそ真の三国無双なり。銀平、よく頑張ったな。妹の活躍、兄として誇らしく思う。ありがとうございます。でももっともっと頑張らないと。そうだな、我らの絆見せつけてやろう。腕を取り返せなかった。まあいい、駒はまだ残っている。腕輪を確保し、仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。龍禅様を救ってくれた恩、この武技にて返そう。趙雲、劉備殿、それにですが。ああ、劉備殿、仲間た。はい、君は家族愛